はい、えー、16対9の四角の中に生きる妖精です、えー、これは中西のカップ麺ですね、えー、10月34日に食べたカップ麺ということではい参ります参ります参ります、えー、まるちゃん、えー、これはセブンイレブンさん限定ですね大々の卵うどんエビ入り大判卵入りはい入りが2回出てくるのがちょっと気になりますがすみませんお味しかったですよ うん、やっぱりだしおいしいですねあのー、こういうカップうどんのだしあの昔からある定番のまあまあ,あの上に乗ってるものはねいつもと違うんですがおいしいです <laughs> だしおいしいわ昆布カツオ改めて食べると本当に美味しいなと思いましたで、えー、卵は何て言うんですかねだて巻き甘みのあるだて巻きのようででもうんもっとしっかりふわふわもあるんですが えー、もうちょっと固めで、で、重いですね。<laughs> 重ためはいあのな,なんか丸っこいホワホワのねよく入ってるじゃないですかうどんとかにカップうどんとかにあれとも全然違いますねはい重たいだて巻ですねこれ良かったですよ美味しかったですよでうどん麺はねコシのある つるつるとコシのある美味しいうどんです。卵も良かったですよ。本当にね。美味しかったです。うん。たまにはいいと思います。はい。僕、お揚げさんより好きかなかもしれません。食べ応えがアップします。重たいんで。<laughs> うん。ボリューム感出ますね。うん。美味しかったです。はい。次。日清。えー、これはローソンさん限定ですね。麺屋一等濃厚魚介ラーメン。 濃厚な鶏白湯スープにホタテのうまみを加えた渾身の一杯特製ホタテチーユ付きこれは濃厚でしたねはい鶏のねもうとろみのあるスープでしたねまあまあそのとろみは、まあ、あの片栗粉みたいなものでつけてるのかもしれませんがあのその本当に 濃厚な感じすごかったですね鶏白湯で魚介ホタテのだしが入ってるうん、まあ、鶏がすごくね濃厚でホタテも魚介も出すぎておらずいい具合にねあのいやらしくなく美味しかったですねうんで、えー、麺はチューブとかどばったちょっと平たい感じかなちょっとだけはいで、えー、しっかりと弾力のあるツルツルとした食べ応えのある 麺でした。美味しかったですはいこれも美味しかったですねうんうん、はい、はいはいはいまあ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 、まあ、すいません美味しかったな両方ね卵うどんは定番の底力プラス新しい具材ボリューミーな具材が乗っててこれ美味しかったですようんでこの濃厚なスープ1等さんのねこれも美味しかったなあ今週の大グランプリ 両方審査員特別賞ですね。すみません。グランプリまでいかないかな。すごい美味しかったですよ、両方。両方おすすめです。美味しいですね、やっぱりね。カップうどんね。うん。染みるわ。うん。あー、関西風のね、あの、醤油の薄いね、薄口の醤油か。美味しかったです。はい。すみません。目がかい。目かいまあ、ちゅうことで。はい。すみません。今度なんかプリングルスのね、味の、 カップ麺出るみたいですね。いつだったかなだいぶ先だ。いつだったかなあの、エースコックから。はい。え、なんだっけサワークリームオニオンそれは焼きそばで。オニオンオニオンんサワークリームなんだっけあ、ペッパークリ、え、オニオンオニオンオニオンとにかく両方なんかオニオン。ラーメンもあって、なんたらオニオン。で、サワークリームオニオンは焼きそば。で、ラーメンの方忘れました。なんだっけ チリペッパー。<ん>すいませんあの、うん、とにかく面白そうなのが出ますねはいそれも楽しみですねうんはいではまあじゃまあじゃじゃまあじゃ